はい、かわいい筆文字をやっていきます。今日も言葉を書きます。言葉っていうか単語ですね。算数っていう算っていうこちらを書きたいなと思って算数でいきますね。まず1回目書いていきます。チャンネル登録高評価いただけると嬉しいです。気に入っていただければお願いします。算数の算ですね。ふっといいですね。こんな感じで算数を書いていきますのでよろしくお願いします。まず3ですね。太いところと細いところを使います。太い、あと細い、細い、太い、細い、細い、あとここの丸を大きくいきますね。最近僕あんまりここつなげてないですね。まあ、つなげてもつなげたこともいいです。で、太さをちょっと変えながらこういう感じですね。で、頭でっかちなのでここがちっちゃくです。でもいいですね。顔でもいいですね。で、真ん中にこれよりもピッピッってやるよりもこの辺でこうやるだけで味が変わります。多分これよりもこっちの方が味が出てくると思うんですね。難しくないですね。下から上げて細く、上から行って細く、ここを大きくして、あとは小さくですね。こういう感じで3ができます。で、あとはほっぺを描いてあげるといい感じに絵ができると思います。で、今度数ですね。数の方です。はい、これもこちらが頭でっかし、ここ大きく目立ちて、あとはもう小さくですね。はい、で、こちらは下からいって細くです。大きく頭でっかちの、あとは細くで、下から上げてこういう感じですね。ここを目立たすような感じで頭でっかちでいくだけで G は可愛くなると思います。はい、並べて書きますね。はい、太い、細い、細い、太い、細い、細い、大きく丸を書いて、太い、細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 い、下から行ってこうですね。算数です。こんな感じで書いていただけたらいいと思います。ここで告知です。まあ、こんな感じで、昔よくセミナーをやってたんですが、久々にセミナーをします。あきちゃんのパステルとよだっちのかわいい筆文字コラボセミナーということで、日は2019年4月12日、18時半より、コミュニティセンター安にて行います。滋賀県になります。会費は4000円となります。あきちゃんのパステルってどんなっていうのはですね、実は僕も最近セミナーやってなかったんですが、あきちゃんのパステルを見て、うわ、僕も習いたいなと思って習います。これを見たんです。これを見てですね、やりたいなと思いました。コラボなのでパステルも字も書けるようになりますので、興味のある方はコメント欄に書いてください。まあ、場所が滋賀県なのでなかなか他から来にくいかもしれませんが、よろしくお願いします。以上です。